ピセラ TV。 なんだこの始まりみたいな。ピセラ TV。 はい、プチハピセラ、プチハピセラです。ちょっと後で、ね、本編撮りますけど、今日はとあるプライベートサロンにお邪魔しておりまして、で、いろいろ撮らせていただきますので。はい、どうも、はい、誠です、はい、2回目の登場になりますけど、ね、はい、まあ今回ちょっとね、プチ、うん、プチ動画ってことでね、うん、やってみようと思います。はい、で、この間話足りなかったことまた長くなっちゃうから。あ、そうか、それはちょっといいと思う。なんか、この間来てくださった、はい、ちょっとハピセラファンですっていう一般のお客様がいた時に、まさかのラジオみたいに聞き流してるって言われて、だからこの間みたいな感じめっちゃ良かったのかもしれないです。ああ、そうです、もうずっと喋ってるだけで、ね、はい、そう。もう何喋ってたもう覚えてないですよ。自分で見て発見するかもしれないですね。で、今日は、まあ、後でまたちゃんとご紹介。今話しかけんなよ。めちゃくちゃ飲んでたのに。ご紹介しますけれども。ゆうこりん。ゆうこりんです。なんかもうね、このプライベートサロンに入った瞬間に、癒しの空気と、なんか澄んだ、すごいいい空気を感じております。ね、なんか癒し系ですね。まあ、なんですかね、うん、コンセプトなんですかね、北欧系なんですか。あ、そうだった、北欧系なのこれ。タイでもなんでもないですね。あ、そうですね、スイスとかですかね。行ったことないけど、クリスタルとか、まあ、天使とか、うん、ちょっと波動高めな。そう、めっちゃそうだよね。なんか石とかも、うん、とにかくすごい空気が綺麗。ああ、よかった、うん。なんかこの間そういうなんだっけ、ゼロ地場ってとこ行ったんですよ。ああ、はいはい、ゼロ地場ね。そう、はい、文庫井峠って文庫井峠かな、文庫井峠、なんか長野にあって、でそこ行くといいよって言われて行ってきて、なんかちょっと今それ以上の気を感じております。文庫井峠どうしたみたいな。そうそうそう、これお茶なんですか、あハーブとか。あ、ラブ、ラブっていう。ラブ、ラブです。ラブ、まさかこれを飲んだら愛でいっぱいになれる。愛でいっぱいのお茶を。お茶の CM になっちゃう。お茶が出ちゃった。それはそれでいい、ね、それはそれでいい、確かに。すごい。でお部屋作り、高校はいつくらいからやってらっしゃるんですか。去年、まあ、大体2年ぐらい前、ね、すごい。もともとそのこういうの集めるのが好きでみたいな感じでお部屋をこう作ってったんですか。そうですね、まあ、カードがなんせ好きなの と、 とちょっと映ってないけど、私の絵は本当ご縁があって来てくれて、うん、石も、うん、石もすごい自分のケア、 石で結構やってたりとかするんで、やっぱ好きなものを集めていったらこうなったって感じで。好きなものだけにしとく部屋って多分こうね、その人のエネルギーになるし、そうですね、波動高いかなと思って、うん、スーッとしてます、ね、そう、ベッドも好きなやつ、うん、あそう、大事ですね、物にもこだわり、美術にもこだわり。なんか悟り開いたみたいになってますけど。カードね、あっち見えないのがたくさんありますね。そう、カードがめっちゃいっぱいあって、私も実はオラクルカードとかちょっと持ってるんですけど、でかめっちゃ買ったりしたんだけど、うん、結局使ってるのはなんかフェアリーってカードだけ使ってる、うん、もうある。多分そう、それが一番使いやすくて。好きなんです。そう、なんか女神とかなんかそういうちょっと宗教がかったカードとかもいっぱい持っててやったんだけど、うん、なんか私はその言葉に解きほどいていくのがすごい苦手だったみたいで、うんうん、難しかったですね。愛のカードもありましたね、ラブみたいなね。ああ、ね、ありますね、ラブある、うんうん、そう、結構基本はこういうカードでちょっと悩みを聞いて、それに合わせたカードを選んで、そう、そうですね、本当にいろんなスピリットたちと話すのが得意で、うん、そのキャッチするのが得意らしくてっていうことに最近気づいて、うん、でそのね、いっぱいカード置いてるのは別に自自慢で置いてるんじゃなくて、うん、そのいろんな、そうでしょうね、販売してます。宝物なので売れない。だからカードがアピールしてきてくれたりするんですよね、うん、こう人の話を聞いたら、
それに答えたいよみたいな、どの子が来るかしら私にはだよっていう子がいてくれて、うん、いろんなカードを織り交ぜながら、あ、じゃあこれ、じゃあこれってやっていくと、本当に私がやってるんじゃないっていうか、この共同体験、ね、受け取ってるんですもんね、メッセージね、このこことこことみんなの共同体験でっていう感じで、いやちょっと見てもらいたいことがいっぱいあるから大丈夫今なんか意味わかんない、私シングルマザーなんですね、10年ぐらいそんな感じで、うん、でなんか謎のモテ期が来てね、魅力が高まってね、このモテ期をどうすればいいのか、でもなんか全然そのテンション、でもそういうもんなんでしょうね、そのテンションじゃない時にそういうこととか、うん、でだって私は年明け国試なんで、国家試験なんで、そんなことやってる場合じゃないなんか勉強しなきゃいけないんだけど、うん、なんだかちょっとデートの誘いは受けるので、うん、多分自分に打ち込んでるから、自分もそう磨くこととか、自分の内面磨いたり、うんすることに今注いでると、うん、逆にそう溢れるというか魅力が、うん、なんで前に溢れなかったんだろう遅いぞみたいな、いやなるほど、今来ちゃいました、今来ちゃいました、そう時々来るこの謎のモテ期、忘れた頃にやってくる、でしかもなんかもうもうないよねって思ってた人から連絡来たりする、あ、なんかその当時はなんかデートして、でもなんか私ちょっと多分ね、前世魚屋だったんだと思うんですけど、リアルで、ね、鮮度が命だと思ってて、ね、だから腐る前にもう早くね、どんどん進めなきゃと思ってから、うんうんうん、こうせっかちだから進まなかったらすぐやめちゃうんですよ。そうなのはずなのに、もう今となっては、あれ何でしたっけ、熟成させたサバのへしこみたいな感じですか、なんか。サバへしこみたいなね。そういうちょっと発酵させた系の、なんか人じゃない人じゃない、発酵させたような感じの、時だった人がもう一回こう恋愛じゃないけどこう分かんないですよ、お誘いをしてくれるみたいな、クリスマス前だからですかね、いやそうですね、クリスマスにへしこはちょっときつい確かにちょっとおしゃれはないですね確かに顔が合う時一緒にいる、ね、そのやっぱ必要な時に必要な人と一緒にいて、でもそのまたお互いの学びのために離れることもあり、でまた波動が合えば必要だとまた会ってとか、そういうくっついたり離れたりは本当に必然で自然だからすごい、ね、すごいいい、なるほど全然関係ないですけど、はい、昔バンコクまで、はいはい、お土産にへしこを持って行ったことがありましたね、そんなたまたまありますそんなへしこ食べたこともないんですけど、ないんですか、あんな美味しいものを、へしこが、もう日本酒にはへしこですよ、ちょっとバンコク住んでおりましていや、めちゃくちゃ美味しいですもんね、なんかへしこでお茶漬けっぽくするのを出してる居酒屋さんがあって、何の話だみたいな、こんな新鮮クリスマスの、ね、クリスマスの、ね、話がね、味のある感じでそうですねまあこんな感じでね、ちょっと撮っていこうと思いますので、はい、あれですよね、ごめん、全然話飛んじゃいますけど、はい、練習会とか勉強会とか、はいはい、なんか結構いろんなとこで皆さんやってるじゃないですか、はい、そうですね、ね、最近のはないんですか、まあそうですね、まあ今、うん、ロイクロ練習会っていうのをやっておりまして、うん、ロイクロ、まあ、ロイクロ練習会っていう練習、別にロイクロってロイクロマッサージスクールと全然関係ないんですけど、うん、チェンマイにあるマッサージスクール、もともとまあそこの名前で始めたっていうのが、その、うん、スタートした第1回目のどなたかが いらっしゃってで、その人はもうそれ以降来てないんですけど、ああ第2回目以降のりさんって方がずっと続けてて、で僕と一緒にその池袋とかでやってたわけですよね、はいはいはい、でそれからまた引き続いて今の僕のサロンの自由空間ってとこで、うん、東池袋のとこで、うん、まあ、ずっとやってて、もうかれこれもう20年近いじゃないですかね、もう 200回ぐらいになるんですよね、練習会すごいですね、うん、でたまたまね、僕は昨日夢で見てて、そのノリさんっていう方が夢に出てきて、あ、でじゃあついでに俺ノリさん聞かなきゃと思って、いいね、してもいいって聞いて、あ、いいんじゃんって言ったから一旦ここもしかしたら切るかもしれないけど、私的にはちょっと9000円がいいんじゃないかなと思うんですけどちょっとワンポイントレッスン付きでね、練習会っていうのやってるんで、あ、すごいですね、
なかなかいろんなね、もう先生とかやってる人も今までいろいろ来てたりして、あ、だってすごいたくさんやられてますもんね。そうですね、知念山練習会、ロイクロ練習会と、まあね、いろいろ練習会はもう長いことやってます。たくさんというか本当に 長年やってます。でも本当にこの手のことをなんかその頭からじゃなくて、その本当の手というか、この何でしょう、表現で教えるじゃ、目で見て感じて全部使わないと習得できないじゃないですか。そうですね、やっぱりその、まあ、残念ながらね、この、まあ、見たり聞いたり できるものと実際触れたり感じたりしないとできないものがあるっていうのも ね、 そ う、 ね、まあ、そういうふうにね、あのお釈迦様がね言ってますからね、そうだったんですね、真理を説いたブッダのね、絶対分かりえないものと、見たり聞いたりするだけで理解できるものとかね、その食べ物の味とかだったりね、匂いとか、それ体感しないと分かりえないものがあるとは言ってますんでね、まあ、タイマッサージはまさにそれじゃないかなと思うんで、そうですね、ぜひ実際に、ね、来てね、ちょっと体感してもらえたらね、本当ぜひぜひちょっと概要欄に載せておきますのでよろしくお願いいたします。てなわけでちょっとこの後また撮ってきますので、はい、また見てください。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。